はい、皆さんこんにちは、ちでございます。そうそう、もうとこさんで、三国志13ですね、やっていきたいと思います。よく来てくださった。はい、どうぞっと。で、この人もありがたく、もういっぱい頑張ってきたん で、私はここ、探索カモさんの防御におけるいや、先にあれだよ、先にね、長いね、舞台が小さいと5500だもんね。長かったね。勝敗でも行きましょうか。分かったぜ。で、あとは、あ、ついちゃったね。ついちゃったら移動しちゃおうか。お任せあれ。調理室どう行こうかな。一応保険でここまで行きましょうか。お任せあれ。で、まだやり合ってないね。やり合ってないんで、じゃあ私だね。さあ、巨匠に来たので、あ、芝居さんがいるわ。人材どうだい？誰か行けないかい？諦めるも言って。お、陳南さん。しかし陳南さんも出てきたね。さあ、じゃあね、と、あれしましょう。外中で、調査ね。はい、と。領主の恩人、恩力をあればいいよ。っていうかね、ほんと、曹操さん、天の時だね、この人。もう何もかもうまくいくような感じがする。将棋の発展に感謝している巨匠の民から、自首の献上がありましたぞ、とか、どうやった？あとで飲みましょう、皆さんでね。もしやその後は領主のお知り合いではと。あれ、領でいいのかな？長じゃなくて領でいいのかな？はい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 、飛ばしますよ。はい、お次は。考えがござる。死がにぎわえば国が富みますよ、巨匠元将軍の後輩で、だだ。いいぞ。で、じゃあ私は依頼終わったので移動だね。よっかね。行くぞ。4日なんだけど、ここどうなの？ああ、もう、って、痛み見なくなかった。待って、280動いてきなって言ってますんで、やっちゃいましょう。私は、次、キレイさんか。あ、天満さんか。天満さん、出れてるかな？この一撃で流れを変えん！まあ、今回も不妙だな。攻撃、攻撃、防御、防御、攻撃、必殺だね。効くかな、これ。あ、いい感じ。あ、いい感じ。これはいいね。これは勝ったな。これちょっと当てなくても勝つもんね。あ、なんかいい勝ち方できたわ。惜しかったな。天はわしを選ぶようだ。ほんと天だね、この人。はい、金333をと。はい、スーシーと、ガクシンさんだっけ？ガクシンとスーシーが、と。はい、じゃあどうしようかな。カコートンさんも誰か行ったらいいんじゃない？副官になれそうな人。いないね。あー、この人いいんだけど。あ、美宝さん。あ、リュウビさんとこだね。この人にしよっか。あんまいい人いなかったねって言ったら怒られるけど。カコさん、えらい赤くなっちゃった。で、キレイさんが出てきちゃったよ。なんとかなるかな。あ、なるね。これだ、なんとかなるね。で、私何してんの今。何もしてない。いや、何かしてんね。あ、報告か。はい、と。領主殿、あ、これ蝶かな。ちょっと当ててみてみよう。本当ですか。あった。もう顔見えないよ。いや、でも見えた。あ、農業が上がりましたね。さあ、次関陽さんか。もうみんな出れてくれてるもんね。この人なんて読むんだろう。あ、
領主さんでよかったんだ。シグってあだ名なんだね。じゃあ次はどうしようかな。ちょっと次は長久さん行こうか。天満さんどこだっけ。あ、まだいいかな。まあ、あでも私のがあれなんだ。あごめんなさい、気が多くて。とりあえずね、縁に行きましょうか。長州さんと会話できないかな。不在。あんた何してんの、在野なのに。騎馬長連。ほ？あ、違うわ。これ重心特性だわ。あんたどこ行ってんだい。不在になってんだけどね。どこ行ってんだろう。これしばらくちょっと手は出せないんだよね。じゃあ長州、ちょっとごめんなさい。賞罰官職いける。あ、いけないね。でじゃあね、宗教さん行きましょう。はいっと、よいしょ。あなた勝敗からね。今度はここ分かったぜ。あれとどうぞと。序盤にて帝兵が大老系の説得に応じて応用されましたと。あ、挙手に入りましょう。本日わざわざお越しいただき恐縮ですと。いやいや、そなたのことがまた。いや、サーキーイベントか。美酒ね、あ、美酒じゃないわ、秘酒ね。協力しましょう。公文書ね。もう私もね、ちょっと今回もおビールを、おビールというか喉越し生ですね、入れてますね。最近もっぱらね、80円ビール飲まなくなりましたね。まあ確かにね、80円ビール飲んでる時はね、悪酔いしましたね。なんかやっぱあるのかな、あんなかもしれないね。あれ今度楽に言ってくださいと。はい、行くぞ。で、あとは皆さん、もう落ちるね。もう落ちるから。お任せあれ。え、あ、しまった。吸収しちゃうね。まあいっか。店員さんは行ってみましょう。かしこまった。あ、吸収されちゃった。陳蘭さんが西園さんの瀬戸に応じた。関門さんが豪の制圧を開始しましたと。もうここ落としたらしつこく解散かな。竜さんの重心ところで構成無視で中世いいですね、これね。おお、5人の武者が畏敬の念を。どうなったか。あれ誰、あ、カッカさんだね。で、竜福さんの楊秀さんね。はい、だ特にカッカの働きは抜群の力につけると。はい、だぜと。あ、もう決まるね、これね。あ、なんか言ってきてる。報告します。挙手で将棋の投資をしたらどうかと。あれだーだ。いいぞ。はいと。楽に入りましょう。さあ、お、池になってね、シュートさんもね。シュートさん、お、鍵さんも池になってね。よくぞおいでくだされた。はい、だだだだだ。感謝の極み。はいと。あ、価値観でも与えちゃわれましたね。さあ、じゃあやりましょうか。あ、その前に作家は行ってみましょうか。はいと。ランスでうまくと。名刺名称書には麻生様の知識を試してみましょう。聞いてくれ。王室さん誰か分かんないよ。私の配下じゃない。はい、あ、当たったわ。王室さん記憶にないな。よしやった。じゃあ調査しましょう。はい、さて文物。お、あざまよんでんだね。まあまあ同じ層あれだもんね。血つながってもんね。とにかく手当たり次第ですなと。着手戦。なになに。あ、今園児さん怒ったんだね。はい、氷を制圧しました。はい、中軍が滅亡しました。笹子の勢力使命が達成されました。あ、よかったよかった。お、玉璽が手に入った。2個の名品、琉璃器で8人が捕獲されました。はい、何人にしよう。
次劉備さん落とすんだよね。どうしよう。同盟結ぶ、いや、まあまあどっちから行かそうかな。728、ちょっとここ前線だからね。あ、でもそう思うとあれか、こっちにももうちょっと人置いていかないといけないんだよね。どうしよう、とりあえず4人、最低4人はついていかないといけないね。大衆いける人、ああ劉さんダメだね。あ、宗神さんか、いや宗神さんもちょっとダメだね。あ、宗家さんうちの今大衆だもんね。困ったな。あと生きる人いないわ。とりあえず小判さん、雷白さん、陳蘭さん、ああ中世側悪いな。あ、ジョコさんね、ジョコさんもったいないな。芝居さん、あ、大使の軍事重心か。やっぱ忠誠あげたいもんね。芝居さんも軍師にすべきなんでしょうけどね。どうだろう、竜王さんね、圧力93しかないんだよね。いや、すっごい悩むなこれ。悩んじゃうね。上皇さん連れていくか。そうだね、上皇さん連れてっちゃおう。宗子さん、あら、宗子さんいるじゃない。あ、同志してんだね。宗子さん外そっか。宗子さん対処にできるから、上皇さん6品か。すごいな、これもすごい贅沢な悩みだわ。上皇さんちょっとつけよっか、この4人。上皇さん入れないで、とりあえずこれと、あとどっかの方から行かせましょうか。そうだね、こっちから一人行かそうか。あ、違うよ、ごめんなさい。こっちにこうだね、8人もいるからね、一人ぐらい行かせましょうか。あ、東光さん行かそうか。東照さんだっけ。そうだね、忠誠高いし。あ、だだ、はい、と、はい、移動についてね。はい、宗子さん同士から外れて大衆2名と。私の、あった、チョレゼにどう、なんちゃらに置ける。あ、いや今いいですよ。ちょっと待ってくださいね、同士がどうしようね。私はもう武力、今ね政治が10の政治、あ、政治10あった方がいいね。私外交するからね。そう思うと頭よりも政治の方が欲しいんだよね。私今ね政治110、すごい武力以外えらいことになってる。そうだね、さ、まあ一人開けとこか。誰かいい人いるかい。まあみんないいんだけどね。ああ、竜王さんか。あれ、チュータちゃんは、チュータちゃんまだいないんだね。あ、チュータちゃんいないわ。芝のチュータちゃんがいないね。まあこれで仕方あるまいと。竜王さん入れてみる。うん、ああ、統率か。いや統率いらないわ私。これでいいんじゃない。では始めましょう。はい、さあ、じゃあね、お次はじゃあどうするのかな。もう解散しましょうか、とりあえず。とりあえず解散して、ああ、いや解散する前にここまで抑えましょうか。花公園さん、あなたイケイケなってから、あなたの、あなたで行きましょうか。かしこまった。で、とりあえずね、長領さんはもういいね。長領さん解散しましょう。
はいと。お任せあれ。で、総研さんも解散してんじゃない？はいと。かしこまった。で、私はちょっと長領さんと仲良くしないといけない。あ、長領さんもう私に出れてんだよね、確かね。で、カッコさんはこっち港さんにかかりましょうか。さあ、じゃあ私はじゃあ何すると。あ、私調査中なんだね。じゃあとりあえずこれで火を送りましょうか。あ、なんか言ってきてんね。報告します。リオさんより。と、ああ集落、あ900だったらいいけど、長領さん使うのやめてくんないかな。ごめんね。断る。もう今からまた仲良くしようと思ってるんだけど。報告します。はい、キュウヘイ君ね。だから、いいぞ。さあ、じゃあね、ちょっとお時間のよろしくなりましたね。この辺で終わっておきましょうか。そうそうさんの、社長会ですね、終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。